校舎拓殖大学くれないみささぎ高等学校は、千葉県木更津市にある私立の高等学校。略称は、拓大校寮、もしくは、くれない寮。設置者は、学校法人くれない寮学院。人生開拓の教育理念のもと、ますます多様化する社会と、国際情勢の中で、自らの人生は、自らの手で開き、どんな逆境にも耐えうる。 自主独立の精神をもって21世紀に活躍する若者たちに希望と目的を持たせ、文部領土を目指し大学進学、クラブ活動の進行充実を主たる教育目標として掲げている。拓殖大学と関しているが、本校の設置者は学校法人拓殖大学ではなく、同大学の継続校としての位置づけである。近年は拓殖大学との連携を強めており、 毎年推薦基準を満たした数十名が進学する。また、校内の設備が非常に充実している。兄弟校として、私学館中等部、高等部がある。名称小枝市監督のもと、2017年現在で、千葉県代表として、春の大会に4回出場、夏の大会に5回出場。燃えろ、くれない量、チャンスくれない量。 メイプルパワーなどオリジナルの応援演奏曲も多彩である。1992年の夏の甲子園では、初戦から準決勝まで全て別の4投手が勝ち投手になるという長い甲子園の歴史の中でも史上初の快挙を達成した。この勝利投手4人の最多記録は2012年まで春夏を通じて現在も破られていない。ありがとうございます。